どうも、刺されの映画オタク神谷です。どうも、今回ご紹介しますのはこちらです。 ABC オブです。はい、読んでの通り俺の大好きなホラー映画です。こちらですね、世界中の、活躍してる映画ホラー映画監督を一度に集めまして、 A から Z まで、全部で26話を、アルファベット順に監督させるっていうプロジェクトが持ち上がりまして、日本からも3人ほど参加してるんですけど、こちら1話5分のショートフィルムのオムニバス映画になるんですね。こうテーマは一律して死をテーマに取り上げてるっていうことなんです。まあ死をテーマにしてますから、どいつもこいつも後味が悪いんですね。しかもすんげえ過激なんです。コメディ色の強いものからすごいシリアスな、本当にドン引きするぐらいシリアスな話まで多々あるんですけど、でそれぞれの監督の個性が出てるんですね。もう A の時点からすごいことになってましたけど、そうですね、先ほど言った通り日本からも参加したこの井口昇が監督した F おならっていうエピソードなんですけど、地球がでかいおならをして地球上のいる人間がみんなガス中毒になって死んでいくっていうアホみたいなエピソードを本気で作ってるんです。さすがですね、井口昇。お気に入りはですね、エピソード T トイレという映画なんですけど、こちらの監督は、リーハード・キャッスルという方、全然新人らしいですね。あんまり映画とかを作ってなくて、プロモーションビデオばっかり撮ってる人らしいんですけど、クレイアニメなんですね。この T っていうエピソードが一番グロかったですね。あのアニメだと思って甘く見てたら一番すごかったです。で一番ショックがでかかったのはエピソードの M、 日本語では流産という意味なんですね。エピソードをちょっと説明しますと、女の人がトイレで水を流そうとしてるんですけど、水がどんどん流れないんですね。で、あのトイレはあのガポーってする機械、あれなんて言うんですかね、忘れちゃいましたけど、それでトイレの中のゴミを取ろうとしたら、どうやら元は胎児だったであろう肉の塊がトイレに詰まってて真っ赤になってるっていうすげえ最悪なエピソードがあって、あれは本当にひどかったですね。見てて引きました。で一番危険なのは Z ですね、一等最後のエピソード。これは本当に危険でした。マジでこれをよく上映したなって思います。しかも監督してるのは日本人で西村義弘監督、寿司台風プロジェクトっていう映画プロジェクトが昔ありまして、日活がやってたんですけど、日本人の監督でアメリカ配給のホラー映画をどんどん作ろうということで、さっき言った井口昇監督も参加してまして、片腕マシンガールって映画を発表してましたね。それで片腕マシンガールや、あのそのシオン監督の冷たい熱帯魚、これも寿司台風プロジェクトだったんですけど、それの特殊メイクを担当していた人なんですね。特殊メイクの第一人者らしいんですけど、ストーリー説明していいのかな、これ、3.11 の、 あの原発事故で放射性セシウムを浴びた米を食っちゃったせいで、日本人がミュータント化してどんどん怪物になっていくっていう、話を聞いただけでもかなりヤバめの話を監督しています。すげえことしてます。ホラーナレスは俺でもちょっとドン引きしました。今の時代ではこのホラーのオムニバスっていうのは結構珍しいんですね。昔はですね、世にも不思議なアメージングストーリーとかトライワイトゾーン、あとは世にも奇妙な物語、俺タモリが司会してる方じゃなくて、確かハマープロだったかが監督したエドガー・アランポー原作のオムニバス映画があったりして結構人気があったんですけど、最近は全然見ないですね。この映画がすごい久しぶり、10年ぶりぐらいかもしれません、劇場で公開された中では。ただこう お気に入りのホラーオムニバスの中でもこの映画かなり強烈でしたね。なのでまあ今まで説明した通りにホラー苦手な方はちょっと来るかもしれません。ただ意外にアーティスティックな映画でして、アート映画が好きな人はひょっとしたら見れるかもしれませんね。ただドス黒い内容の映画もあるので途中気をつけてください。ということで俺のおすすめです、 ABC 応募です。来てますよこれは、見てください。